流行っていきます。お願いします。三間飛車、三間飛車という名の居飛車、三間飛車という嬉野流なんですね。嬉野流ですよってことなんですけど、まあこれは棒銀でいきましょう。はい、棒銀で行かさせていただきます。まあどうしようかな。まあさっき一歩交換ぐらいしとくか。歩交換して引いといて、まあ一歩交換は最近ね、どこまでの価値があるのかという議論されてますけども、言うてでかいでしょ。うん、一手費やすほどの価値があるのかっていう議論はね、あるんですけど、まあ、でかいでしょ。これはまあもう歩ついて追い返します。角出てきたらもう飛車寄って辛抱します、一回。一旦ね。いやーでもこんな寄るよ、じゃあおかしいかな。こんな堂々と寄る人おらん。銀引かれて、これ飛車二筋に立て直すの結構時間かかるもんな。金上がって桂馬跳ねてからまた飛車戻るとかしないといけないんで、そんなのんきなことやってられますかってことなんですけど。まあでもこれ角ここに出ると、なんか銀銀って出にくくて、ちょっと相手の攻めも遅れるから、いいんじゃね？うん。金上がって。もう桂馬跳ねて。桂馬跳ねてきますわー。桂馬跳ねさせていただきますさ。これでもう飛車2筋戻れるようになったから。あとはもう回って。ぐーんって行くだけよ。これで、嬉野流は、勝ち。ただただ、勝ち。まあ、なんか5筋くらい取ってくる、なんか昇段システム、昇段オリジナル、みたいになってきてる。やっぱ5筋の位は天王山ってこと。5筋の位は偉大ってことですか？5筋の位偉大説は、まあ、確かに、いや、その手順物。何その手順。もう最近の将棋わかんないっす、自分。なぜ一回突き捨てたんでしょうか。同角って取らない。だって同角って取らなかったら、これ一応金上がって歩守る余地ありますけどね。で、それはね、2筋受かってるようですけど、実は受かってなくて、同歩同銀で、歩ってくるんですけど、同銀成りが手筋で、歩って、金逃げるならどっちかしかないんですけど、それ歩成りで突破して、銀損ながら、まあ、と金できて、飛車先突破できてるからこっちよしと。だから、歩打ちに同金と取ってきたんですけど、まあ、これは棒銀で、相手の金剥がせてるんで、勝ち。これは勝ち。勝ち案件。勝ち案件でございます。いやー、しかしな、将棋って勝ちから勝つのが難しいよな。マジで。そんなゲームなかなかないと思うんですけどね。他のゲームって勝ちになったら勝ちじゃないですか。何言ってるか分かんなくなってきてるんですけど、日本語が。でも勝ちになったら勝ちなんだけど、将棋は勝ちになっても勝ちじゃないんよな。ちょっと一回威力解消しとく？威力は避けようって習ったんで、私。威力良くないよって。教わって生きてきたんで、これ本気で金上がって受けようかな。でもそれビジュアルがな、ビジュアルは悪すぎるよな。ビジュアルは非常に悪い。まあ雁木ぐらい作っとくか。だってなんか相手の方気づいたら左美濃できてるし、劇的ビフォーアフターなんですけど、完全に匠の手によって、え、それ歩突くと角こっち引くんか。まあ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 、引かせて。ちょっとこれ玉の小瓶開くからやろうか迷ったんですけど、まあ一応歩ついて銀引かせて角で歩取るっていう狙いができるから、まあやった方がいいかな的なノリで一旦ついてみます。これで相手の王様狙っていけるし、それはまあ歩打っといて、まあ桂馬跳ねて銀逃げたらパーンって言ったり、あと歩ついて同歩に歩打って同銀ならパーンって言ったり、この角のラインを生かして
相手玉攻めていけるんで、これはいいんちゃいますの？これ、桂馬跳ねるか歩でいくかを、ちょっと3000年は一回悩みたいんですけど。まあまあ、歩かな。やっぱ歩でね、攻めるのが将棋の基本ですから、まあこれは引いといて。やっぱ歩が将棋の基本ですので、歩に抗った時負けると。で、こういうのは冷静に同歩がいいって聞いた。同歩でも次に歩取って、同銀に歩成りで、角の王手って言えるんで、なんか金に先と3筋取っちゃうと、同銀に、まあ、角出れるけど、まあ、角ぶつけたり、歩って受けられたりして、結構相手陣硬い気がするんで、ここは冷静に、次の取って同銀歩成りで、王手していくのを、狙うのがいいんじゃないでしょうか。私はそう思います。それは同角で意味が難しいが、同角には飛車で角をいじめようってことでしょうか。でもそれってまた引いといて別に大丈夫よね。じゃあ取るか。絶対、ほらね。もう今絶対飛車回ってくるって言いましたもん。でも冷静に引いとく。玉頭怖いけどな。玉頭めちゃめちゃ怖いんですけど、でもこれは一回叩いて。いやー、なるほど。それで粘られんのか。止めてね。まあでも一回もらえるもんはもらって。同銀なら歩なれるけど。まあでも同桂も歩打てたし、同角はまあ、一回銀打ってここの拠点押さえとけば、まあ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 攻めは繋がった形ですかね。これは歩成りが厳しすぎますね。ありがとうございました。はい、やっていきます。先手ブワン。先手バンですね。8四歩。8四歩なら、こうやっちゃおうかな。うん。金上がってね。この居飛車党を滅ぼす。この魔界の戦法。皆さんに見せつけていきます。魔の戦法ね。金上がって。飛車回って。魔界四間飛車。魔の戦法なんですよね。居飛車党が、おっちにいます。はい。おっちんでいきます、これで。これなんで魔界四間飛車って言われてんのやろ。その理由は、存じません。これ、美濃囲いがいいんかな？なんか、美濃囲いやとちょっと右に偏りすぎて、この金との相性が悪い気がするっていうのは気のせい。なんか銀上がっとくぐらいが相場な気がしてるんですけど、なんかそういうつぶったことすぐ言いたがるからな。つぶったことすぐ言ってすぐ負けるから、まあまあおとなしく実っとくか。変につぶるのはやめましょう。端歩はなんかあんま受ける意味なさそうなんで、こっちは意味ありますね。大割り。大割りです。これ相手の方、あ、銀か。銀のデメリットとして、ちょっとこの7筋薄いんですよね。てか、こう、桂跳ね、桂跳ね、桂成り、同桂歩突きから7筋ガーンみたいな、あるんで、桂跳ねっていう指し方はありますね。まあ、これ、ここが銀で、桂跳ねから桂跳ねっていうのは昔、永瀬さんが、プロデビュー当時結構好きな指し方だったんですけど、この桂跳ねから桂跳ねってマジでな、一歩得できるけど、なんだかんだ振り飛車負けるんよな。桂跳ねから桂跳ねで勝ってるところ見たことない。勝っても、これが功を奏して勝ってるところ見たことないみたいなとこあるんですけど、魔界四間飛車なんでね、銀じゃなくて金ですから、パワーが違う。と信じて、行きましょう。そう信じていく。うん、これなぁ。それは斬新やなぁ。それは結構斬新だって、こっちだけ端攻めの権利得られるもん。まあ、飛車浮いて、桂頭受けとくってことなんかなぁ。まあでも、端受けなぁ、どういうこと？歩突き同歩同香はシンプルに。
一歩渡して、歩突き同歩歩打ちとかされるけど、まあ、かわして。むず。ややこしいな、なんかこれ。歩突き同歩同香っていくと、歩突きしてて同歩の後になんかこう、桂馬捨ててきて、同歩ならこう、香車走るみたいな筋があるから、それを絡められるとうるさいのかな。それちょっと待って、めっちゃ先まで読まなあかんねんけど。本当のこと言うと。手順だけ言うと、歩突き同歩同香、歩突き、まあ、同金形悪いからできれば同歩で取りたいけど、歩打ってきて、角逃げた時に桂跳ねが角取り、同歩なら香車走ってくる、みたいな。それで勝ちとか言われてんの？読み深すぎひん。ちょっと読み深すぎくんじゃない？なんか知らんけど行ってみた。わかりません。わからないので、わからないので行ってみたというのが正直なところ。絶対歩突きからカチャカチャしてくる。ほらー。これ魔界四賢飛車のプロか、対魔界四賢飛車のプロかもしれん、これ相手の方。同歩、歩打たれんの嫌やから同金っていう生き方もあんのかな。そこで桂跳ねてくんのは強者取れるもんね。同期に同飛車同歩歩打ち。まあ、それ角逃げれば大丈夫か。うん、ちょっと同歩歩が怖すぎた。なんか角、ここを9筋逃げるしかないんですけど。なんか今日のライン入って、桂跳ねからズドーンみたいな感じで来られて、ちょっとしばき回される可能性があるんで、ちょっと妥協。いやでもこれが魔界の力。これ銀ならできませんから、こんなこと。ね。まあ、ここ銀なら格闘守れてたよねっていう話は置いときましょう。でも銀ならあれやもん。普通、ちょ、相手の方が真の魔界説ある。ちょ、これ相手の方が真の魔界なんですけど。F 打たれたら角引いて大丈夫やと思ったんやけどな。結局最後箱入り娘が硬いんかな。それはあるよね。あー、金。これなら角引きには歩打ちでってことね。でも金なら別に角取られても同銀で取り返せばいい話なんで、じっくり歩打っといてどうですかって言いたくなるよね。歩打つ手がまあ、桂馬を歩で取れる手を見せつつ、こう、桂跳ねて香車通すっていう手も受けてるんで、事前に。歩打つ手が、いい手な気がするけど。魔界同士マジで。悠々白書。魔界バトルですわ、これ。悠々白書もアニメリメイクみたいな。なんか悠々白書漫画で一応全部最近って言っても何年前かな。2年ぐらい前に全部読んだんですけど。アニメ見てないからな。というか、それ嫌やな。わー、それ嫌やん。マジ？船り受からんねんけど、歩打っちゃったから。歩打てへん。そんなことある？そんなことある？角狭！角引いても歩なられて詰む。いや、こいつもう助からんか。悲しい。しかし、歩なって角取られて、まあ、同銀同金同飛車と仮になったとして、その局面って駒の損得どうなん？銀こっち1枚少ないか。でも桂馬とまあ香車が拾えそう。いやーでも銀1枚多く取られてんの嫌やな。結局このゲーム銀やからな。マジで。銀のゲームなんで、歩なられんの嫌。でも受からんもんをぐだぐだ言ってもしょうがないか。あとこれ取って同銀同金同飛車の最後にこれ角出られんのかな。マジで許しがたいんよな。てか、箱入り娘硬っ。あの囲いって逆視点で見たらこんな硬いの。反則じゃない。なんでみんな箱入り娘やらへんの。今度右試験とかやるとき、囲い箱入り娘にしよう。あれ最強やわ。あの囲いが最強です、皆さん。
取って、まあ、同金でしょうね。同金同飛車、角出て。飛車回って角鳴らせて、飛車走る。でもそれ、馬引かれた手が飛車取りと桂打ってくれて目指されるから、ダメなんよな。金打つしかない。角出られたら。しょっぱいな。角、飛車寄ると、銀打ち？なんかそこまで追ってく、そういうもんなんや。なんかそこまで追ってくれるのは、むしろ嬉しい気もするけども。でもあと3億回は言いたいんですけど、あの箱入り娘が硬すぎる。あれどうやって寄せんの？急ボ、寄せ方。あの玉の寄せ方、マジ急ボしてます。まあ、桂から桂跳ねなんかな。まあ、一回飛車引いて、まあ、角なってくるんでしょ？で、桂か。桂馬打ちますわ。結局これなんでしょう。箱入り娘は。これが嫌ってね。まあ、確かにあっち持ってる時も、これが嫌な気がしてます。金逃げてくれ、金、こっち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 。こっちならこれ、金打ち詰みないな。今のこっち逃げたら、金打ち同銀飛車切り、同玉頭金っていう数字詰みだったんですけど、見事にバレました。よろしくお願いします。見事にバレていく。でも、歩打つと角道止まって、金打ち同銀しかなくなって、同桂成同玉飛車成っていう筋があるから、歩打ちに怯える必要はないんですね。桂馬逃げとくか。桂成見せて。いやー、ぬるい。香車取って香打ちからガーンっていく筋見せた方がよかった。歩打ってくれへんかな。これ銀が嫌すぎる。じっと。取って同金同馬。でも取って同金同馬って馬がそれるからその瞬間ぬるくない？むしろやってほしいみたいなところあるけど。やってほしいは嘘か？桂成、取って同金同馬。成桂入り。むずい。この将棋とかいうゲームむずい。2分30秒。かなんで相手の方7分も残ってんの？えぐない？いやー、桂成じゃ素直すぎる。金打っとく？いやー、金打ちが振り飛車どうなんやろな。これはなんか一直線に死にに行く弱い居飛車と、こういう一直線に攻め合う手を好む時点で振り飛車に向いてないみたいなところあるよな。こういうの好きな人は居飛車党になりましょう。はい。振り飛車党はもっとなんかベタベタ埋めて、なんかよくわからん戦いに持ち込むのが上手い人が向いてると思いますね。いやー、取って同金同馬来ちゃうけど、その時にどうなってるかなんですね。ガチャガチャやった時、この成桂が左側の逃げ道を止めてると信じたいが、そう信じさせてくれるでしょうか。実際取って同金同馬された時どうすんの？金打ち？おー、でもそれはおかしくない？流れは。だってちょっとパスじゃ、まあまあなって馬引きつけたっていう話はあるか。いやー、桂取り嫌か。香車取って馬取って香車、歩で止められる。歩垂らす？取って歩成り。しょっぱいかなー。しょっぱみが深い。しょっぱみが深いが、一応これで金は1枚取れる形。なんかこれ取って同金飛車の時にそこ歩打てるのでかくない？これが魔界ちゃいますの。これ結構、魔界感出てる。魔界感出てるって何な。まあまあまあ、結構うるさくなってきてると思うけどな。こっちの玉が、やっぱ美濃囲いって偉大やわ。序盤の選択ね。序盤で美濃囲いにするか悩んだんですけど、あそこで実質も勝敗はついてました。美濃囲いを選べた私に隙はなかったと。いやでもちょっと箱入り娘の優秀性に驚いてる。こっちから見たらこんな嫌なんやなって。マジでもう今後箱入り娘を信じていこう。
船囲いから金いって寄るだけでこんな方いって犯罪よな、マジで。まあ、金寄っちゃったから桂跳ねが先金取りになったっていう話はあるか。まあ、じゃあやっぱり微妙やな。いいとこばっかじゃない。うん。なにそれ、馬道通したってこと？むずい手やな。成桂入る手に意味があるのかどうか。金打ち同金同成桂同馬用意されてるんで、意味がない可能性が大いにある。大いにありしって。しかし相手もそんななんか、させてないと思うよな。それし、銀、ほら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 、そんなさせてないでしょ。だってそれってなんか得になってるのかもわからんし。これなんなら次も無理やり香車捨てて同馬に金張り付くとか結構うるさい説。あるんちゃうこれ。あるんちゃいますか、香車同馬金打ちで。も金寄られて硬いんかな。エルモ囲いって言われて。エルモ囲いってやっぱ犯罪？金打ち同馬香車、そんな人らんか。これは歩打ち同歩同桂を狙ってるわけですね。でもこれ金打ちがぴったりな気すんねんけど。歩打ち受けつつ香車狙うっていう。天才の一手。一挙両得。一石二鳥。だから引いてきたけど、いや、時間がないんじゃが。時間がないんじゃ。これ狙っとくか。取って同歩桂馬とかうるさいでしょ。ダブルの小瓶を狙って。ね。とにかく刺すことに意味ある。これでも歩とかな、その、こっち桂馬狙ってるんですよ。そうそう。それこっちの、なんかやりたいことを消されると、時間がないときついんよな。また新しくやりたいことを考えないといけないんで、それがきついんよな。まあ、最善かもしれないけど、なんかそれ最善とか一旦置いといて、それはなんなん？あ、銀なり狙ってるってこと？金すり込んでみるか。銀なりをでも一回飛車かわせますけどね。ああ、そう、金出たら香車。ひえーひえー、これもう金捨てていくか。同香同金から金取って。金打ちに、桂馬。これ桂馬で寄ってない？寄ってないもん？金打って。なんか最後金補充できるから、これ金取れば頭金詰めろですよね。さすがにこれ、うわー、ここ作ってなんじゃそれ。ひえー、取ってどう馬。うえー、マジ？マジで？いやー、取るしかないか？逃げたら歩つくか。これ、この手は詰めろじゃないか。マジかよ。なんやねん、その粘り方。勘弁してくれよ。ああ、馬聞いてんの。でもそれ桂馬で縛って。はっ。笑てる場合か。歩打たれて。もう勘弁してくれよ。銀狙う？銀打ち狙いで。銀なりなり飛車走って銀取ろうぜ。でも全て読み筋ですから。相手の方はもうね、手のひらでもコロコロ、コロコロですわ。これ、ちょっと、そうか。馬聞いてんのね。いや、でも結構受けにくいんちゃうこれ。嫌なんちゃうの。金は、もう同飛車、同銀なりに、金打つとかで絡む？金引き同玉、金打ち見せて。うさんくさ！うさんくさすぎるんだが。うさんくさすぎるんだが。無言の確認。しかし、この将棋は使いません。何があっても。ですね。企画用にね。企画業に貯めようじゃないかと。でもなんか、寄進ってたまに無料でもらえるんですけど、3個貯まると4個以上はもらえないっていう話を聞いたことあって、確かに4個以上勝手に貯まったことはない気がするんよな。イベント終わりでもらって4個以上貯まるっていうのはあるんですけど、銀くれんの？どういうこと？あ、香なり同玉歩？でもそれ玉よってつまんよね。行ってみたい。死ぬ？歩によってつまんと思うんやけど。
金は引いて。金はまっすぐ引いた方がいいか。ちょっと強者の聞き残すと、こう、あ、じゃ、消すと、こう寄られて、相手玉寄らんみたいなこと言われて、ワンチャン終わっちゃうんで、強者の聞き通すの結構大事かもしれん。ここに逃がさないっていうね。歩には引けば耐えてるから。なんやねん、この将棋マジで。将棋なのかすら怪しい。銀打ち受けられた時どうしよう、また。その問題ある。くっそー。でも、銀打って逃げて銀捨てて同金金みたいな詰み筋があるか。その攻め筋も覚えとこう。もう何言ってるかわかんないけど。とりあえず攻める手があります。銀引きとかでここ受けてきたら銀打って逃げて銀捨てて同金に金打ちで詰みっていう。銀出た瞬間が怖すぎるけど。ワール?これワール?ワーあります?うーわ、それは、かー、そうか。いや、ここ引かれんのかよ。くそ。これ詰めろ。何ろ。取って同玉強者で詰むか。うー。銀渡したら死ぬー。それ取って詰まない？ワール同玉強者。逃げたら金逃げ強、詰み。こっちは歩叩き同玉銀。逃げて強者。詰んでんちゃうこれ。錯覚がなければ詰んでるよ。錯覚がなければ詰んでるがギリ。逃げて金。叩いて。引いたら金打ちね。同玉は銀。まっすぐ上がって。引いて歩打って、下がらせて金打ち。ピツのタリじゃないこれ。ほーら、これは勝つのは強いです。これが魔界なんですわ。うん、これが魔界ってことね。ちょっとグラフ見ます。おい、なんかずっといいなんか割とずっといい。もっともっと意味不明なグラフになってるかと思ったけど、結構ずっといいんや。あ、マジ？あ、そうな？意外。ここが一番形勢が競ってましたかね。ただ、歩ついたことでこっちが良くなったと。と金の時そんな、なんか嫌な手あった？あー、まあシンプルに取ってか。で、同飛車成の時玉が、まだ相手玉硬いから、歩突きで攻め合ってってことね。あ、ちょ。歩突きから端攻めして、どうかって感じか。本譜は確かに、こう取って同金の形になったんですけど、これなんか常に金狙われてて気持ち悪いんで、この玉は薄いんで、こっちがいいってことですかね。そうか、結構ずっと良かったんやな。いや、最後は相当怪しかったけどな。まあ、飛車取られても、まだこっちが良さを残してたってことですね。これが魔界の力ですわ。皆さんもね、ぜひこれを使って、居飛車党に恨みがある方は、滅ぼしていっていただければいいんじゃないかなと思いますね。